C006、鳥取倉石花尾安藤安藤でございます。そして、75026フラワーギフト杉本杉本でございます。皆さんよろしくお願いいたします。それでは早速、2013ジャパンカップ中国ブロック代表選考会ファイナル出場者に入っていただきます。皆さん盛大に拍手をお迎えください。選手の皆さんよろしいでしょうか。はい、それではチェックができているようです。それでは第一作品競技のテーマを発表いたします。第一作品競技のテーマは秋を束ねて、制限時間は30分です。それでは花の匠の競演2013ジャパンカップ中国ブロック代表選考会ザ・ファイナル第一競技開始します。お願いします。後ほど選手のプロフィールは、報告をさせていただきます。その前に、課題の説明を、杉本さんの方からお願いいたします。それでは本日の課題の説明をさせていただきます。まず最初に三号水木10本野原1玉木1号5本、アジサイ
日本秋色みなずきという品種でございます。ダリア赤の大輪が3本、バラ赤が10本、バラピンクが10本、カーネーションスタンダードレコという品種は10本、ピンポンマンの白が10本、リンドウのピンクが5本、スプレーカーネーションのピンクが5本、スプレーマンのピンクが5本、ドラセラ青が3本、ミスカンサス青が1束、レザーファンが1束、レモンリーフ1束、以上でございます。それでは、この番号順に、プロフィールを紹介させていただきます。それでは、先ほど発表がございまして、この出場者のご存知かと思いますけれども、プロフィールをちょっとまた後回しさせていただきまして、全体1番から10番の方の紹介をまずさせていただきます。1番74-046黒田製菓店、黒田隆さん。2番72-023浜田フラワーセンター、竹本大輔さん。3番74-022小沢園芸、小沢豊さん。マナンバー4番74-048フロリストの門出久さん。5番74-047平松花店、平松浩一さん。6番72-014有限会社サンフラワー、72-7さん。7番75-004花の宮原、宮原義信さん。8番75-045花屋、宮田紀明さん。9番72-004有限会社花市、野村和信さん。最後でございます、このナンバー10番74-004株式会社三方園、広島支店、松本義隆様。以上でございます。このフィールにつきましては、この花束の生産途中で1番から5番のコマナンバーの方、そして6から10番の方についてアレンジメント生産の時にプロフィールを紹介させていただきます。今年はですね、フラワードリームが例年ですと、7月の終わりに開催されるんですが、この度は4月の、13日、14日というふうなことで、
半年ほど前に前倒しになっております。その予選会が本日ということでございます。この10名の中から5名が選抜されまして、東京のビッグサイトで開催されますそのプラウドリームの、決勝大会に出るわけでございます。そのプロの技をよくご覧ください。ですね、この山口支部の皆さんが大変非常にいい会場を準備していただきまして、皆さんから本当にいい作品が今日出来上がるんではないかなというふうに思っております。ちょっとこの会場の雰囲気がいいとやっぱり花の出来栄えも私は良くなるんではないかなというふうに思っております。選手の皆さん頑張ってくださいね。
はい、競技終了15分前です。15分前がコールされたところで、先ほど申し上げましたように、プロフィールをいただいておりますので、順番に1番から5番まで紹介をさせていただきます。まず1番の黒田青果店の黒田隆さん、先ほどから見ておりまして、ずいぶん火災を準備するのにやる時間かかっているという時間割いておられるなという気がして、他の方も作っておられる間にね、まずく黙々と準備していらっしゃいます。あっという間に、作品が出来上がっているような、ね、状況なんですが、ファイナルの出場回数は4回目、そしてこのファイナルが決まって一言、昨年はここでダメだったので頑張りたい、フローリスト歴が10年、特にお父さんあたりはね、私たちも大変お親しくお付き合いをさせていただいているわけなんですが、黒田さんもたくさんの方が出場していらっしゃいます。得意なデザインについては特にありません。好きな花についてはバラだということです。好きな色は白、趣味はカメラというふうに書いてございます。おそらく集めるんじゃなくて写真を撮るのが好きだというふうなことだろうかと思いますけれども、フローリストになったきっかけ、結婚するためにって書いてあるんですが、これまた個人的によく伺わないと、結婚するためにフローリストになったということなんですが、また時間が終わりましたらその小さいところあたりで、ね、お聞きいただければと思うんですが、結婚するためにフローリストになったんだよということなんです。そしてフローリストになってよかったこと、大会などでいろんなところに行けることというふうに書いてございますが、これはお父さんのあるいはお店の負担で、大変だろうと思いますが、本人としてはね、あちこち出かけることができるということが、大変楽しみだということなんですが、特に他に支部長さんとか役にしていらっしゃいますと、よく全国大会とか、欠かさずに出席を参加するようになりますけれども、非常にいろんな地方に行けて、あまりこう時間的にフリーな時間ないんですけれども、いいかと思います。そういうことでは黒田さんも、いろいろ出かけることができるということで、よかったということなんですが、そして最後にお店の PR あるいは自己 PR ということで、田舎の店で頑張っております、どうぞよろしくお願いいたしますということでございます。これからの出来上がりを楽しみにしていただければと思います。こうしてご覧になって本当に課題が次々と束ねされていくわけなんですが、おそらくそれぞれの皆さん方頭の中では、私がああ使うんだこう使うんだとか、あんな使い方があったんだ、そういうのを思いながらおそらく見ていらっしゃるかと思います。次は2番目の原田フラワーセンターの竹本大輔様です。ファイナルの出場会社、今回が初めてだそうでございます。大変緊張していらっしゃるんじゃないかと思うんですが、ファイナルは出場が決まって一言、嬉しいんだけど複雑です。どういうことなんでしょうか、自分の実力が出せるかどうかということなんだろうか、ちょっとはっきりは分かりませんけれども、おそらくそうなのかなという気がいたします。プロリスト歴は11年、得意なデザインについては特にございません。好きな花、開きにくい花、というふうな表現がしてございます。それで好きな色についてはピンク、そしてハートマークがついておりますけれども、今ピンクのね、リントを使ってらっしゃいますけども、ピンクが好きで、今回結構ピンクはスプレーマンも含めて、使ってございますね。そして趣味晩酌だそうでございます。これ趣味と言えるのかどうか、癖と言いますか、晩酌、これも知らないしないで済むものなんですけれども、やはり晩酌楽しみの一つでございます。フローリストになったきっかけ、儲かると思ったから、まあ後で本当に儲かってるのかどうか、まあ、竹本さんのね、お母さんあたりお目にかかってることがあるんですけれども、おそらく儲かってるんじゃないかと思います。フローリストになってよかったこと、サラリーマンと違って朝起きて仕事に行くのが嫌だなとは思わなくなった。
競技終了10分前です。はい、10分前だそうです。お店または自己 PR、 とても緊張してますが頑張りますということだそうでございます。竹本さん初めての出場だ、出場でございます。続きまして、コマナンバーさんなどの小沢園芸の小沢豊さん、小沢様も何とか見ておりますので、もう4回の出場回数だそうでございます。ファイナルが決まって一言、びっくり、びっくりと言いながら、おさらに自信があったんじゃないかなというのは、今日の回数で4回でございますので、ある程度自分の作品に自信も持ってなかったんじゃないかという気もします。フローリスト歴が10年、得意なデザインは特にございません。好きなのは、バラ、色も赤バラが好きだということでございます。赤バラがということではないと思うんですね。バラが好きで、色としては赤が好きだということで、趣味はいろいろやってますよ。フローリストになったきっかけは、家が姉だったためにフローリストになりました。そして良かったこと、いろんな人に花を通して出会えることが良かったということだそうでございます。お店の PR、自己 PR については、何もございませんということです。次、コマナンバー4番のフローリスト門の門田さんだったと思います。2回目、門田さんのね、お店としても随分いろいろな出場もしていらっしゃいます。ファイナルが決まって一言、素敵な作品が作れるように頑張ります。フローリスト歴が13年、得意なデザインは、これは、パリスタイルですか。パリスタイルが好きだという、私は勉強してないので、パリスタイルがどんなスタイルかあまりよく分からないんですけど、ヨーロッパと日本とアメリカとぐらいしか分かりません。あ、なるほどというぐらいのことで、紹介させていただきますが、好きな花、アジサイ。今日もね、ちょっとタイプは違うんですけど、アジサイ使ってありまして、最近は本当にアジサイもカラフルになって、四季を通していろんなアジサイが入るようになって、お客様もそのアジサイについて随分納得をしていただけるようになりました。非常に材料としては多く使う材料になってきたと思います。好きな色は渋い色。そして、趣味は音楽鑑賞、スポーツ観戦。いいですね、なかなかね。プロリストになったきっかけは、クリエイティブ、なことがしたかったので、したかったのと、お花が好きだということなんですね。そしてお店または自己 PR、 スタッフは皆勉強熱心です。新しいものをどんどん取り入れつつ、モンスタイルを作り上げて、たくさんの方にお花の魅力を感じていただけるようにスタッフ一同頑張っております。自分も一生懸命頑張っていらっしゃるんでしょうけれども、お店のスタッフ一同お客さんに、気に入っていただけるような花を、納得していただけるような花を一生懸命勉強していたということだそうでございます。もうだいぶね、出来上がっております。どこまでもあるわ、平松花亭、平松浩一様。ファイナル出場回数が2回目、ファイナル出場が決まって一言、フールと書いてあります。どういう意味なのか、受かってよかったけれども、これ大変だというようなフールのため息、なのかも分かりませんが、そしてフローリスト歴が12年、得意なデザインは特にいます。好きな人、好きな花なら何でも好きだよというふうに書いてあります。好きな人は赤、趣味は弦楽ということなんですが、どういう弦楽が、得意なのか分かりませんけれども、一応弦楽が好きだというふうに書いてございます。パソコンなんかでゲームやってらっしゃるんですかね、今の時は。フローリストになったきっかけは、実家が花店なので、花屋になりましたということなんですね。フローリストになったということなんですね。そしてフローリストになってよかったこと、お客様からお礼の手紙をいただいたこと。お礼の手紙をいただいたことってあります？ね、あまりいただかないですね。たまに私の店も過去1回ぐらいあったかなと思うんですが、なかなかないですね。よくでもいいことですね。非常に手紙をいただくというのは、本当に一番、ち
ちょっと待ってくださいね。はい、競技終了5分前です。5分前がコールさん。先ほどの、セミナーじゃないけれども、で一番大事な部分というのは、このお礼をいただいたことってこういうことなんでしょうね。そして最後、お店または自己 PR、どこにでもある普通の花店です。ぜひお気軽にお越しくださいというふうに書いてございます。以上5名の方を紹介させていただきました。また残り5名の方につきましてはアレンジメントの場でまた紹介をさせていただきます。もうこうしてます本当に、もう結束間近かなというような状況までも言ってますね。それで本当に個性が出てるというか、まあ、本当にご覧になって私はスタイルが好きだというようなところもはっきりここで分かってきてまいります。もうあと5分でしっかり頑張ってください。皆さんこうやって花束を見ておられて秋の研修会の中で初年度はその基本の花束スパイラルということで選手の皆さんみんなやっておられるんですけど3年目にやりました応用の花束っていう部分で多分その辺のところを熟知しながらこういうふうな作品を作っておられると思うんですよ。ですから、きっと見ておられるその皆さんの方もならこういうふうにしてその1年目の基本と3分前です。まあ、ほとんどもう出来上がってきてますよね。ですから自分ならこういうデザインをしてっていうふうな思いを持って、見ていただければもっともっと作品が深いところを見れるんではないかなというふうに思っております。次々とそのガラスの器の中に花束を収めてもらっておりますね。選手の皆さん頑張ってくださいね。平田さん、チャレンジした仲間としてチャレンジした仲間としてどうですか今出場しておられるか。いや皆さんすごくレベルが高いなと思いましてね。いや本当言葉が出ませんね。終了は1分前です。今平田さんがね、どうですかって言ったらみんな湿度を早く残っておられるから本当にゆとりを持って、制作しておられる大変感謝していらっしゃいます。30秒前です。10秒前です。
はい、終了です。はい、今日は全員はい、今日は皆さん、今日は話してください、第一競技の花束の競技の時間が終了いたしました。これから制作された第1作品のは審査のため別室に移動させていただきます。黒田さん、敵はどうでしょう。頑張りました。はい、ありがとうございます。すいません、君って書いてあったんですか、ここに。ファイナル。嬉しいような、出来はどうなんですか。まあまあ、はい、まあまあでも大体良かったってことですね。はい、すみません。はい、それでは第2作品の準備を、入ります。第2作品の、テーマは秋を装うというテーマでございます。そして制限時間は同じく30分でございます。それでは花の匠競泳2013ジャパンカップ中国プログラム予選考会ザ・ファイナル第2作品の競技を開始いたします。スタート。先ほど運ばれました花束の審査は、関係者にもどなたが審査しているのか全く知らされておりません。ですから、このアレンジが制作されて、そして、審査に入ってこられるまで誰も知らないということですので、どなたが審査員なのかというのも楽しみにしていただければと思います。それでですね、この審査基準についてのお話を少しさせていただこうと思うんですけど、審査の方法というのはブラインド審査といって、審査員が 誰がどの作品を制作したかというのを全くわからない、まあ、皆さんこれはご存知だと思いますけど、先ほどの第一作品の競技の花束はまさに同時並行で別室で審査を今行っております。審査はデザインの完成度、そして技術完成度、色彩完成度、テーマ表現力という基準を、見ながら審査をしておられます。そしてデザイン性のみならず、フォローリストとしての技術、姿勢についてもしっかりと審査するということでございますが、この会場にいなくてどこにそういうのが見えるのかなと思うんですが、やはり花束の出来具合、例えば傑作具合だとか足元の処理だとかっていうところを審査員が見れば分かるんではないかなというふうに推察されますね。
先ほど課題の紹介をいたしましたが、今選手が使っております資材の紹介もしておきます、コンコートですけど、これはクレイの会社の牡蠣でございます。3種類ございますね。それからシリンダースリムっていうのは、先ほどガラスの器ですね、これは東京ドームから販売されておりますが、ガラスの器はシリンダースリムというものでございます。そして、花キューピットフォーム、スポンジですね。それから麻ひも、裸ワイヤー、地巻きワイヤー、ローラーテープ、そしてホッチキスも、準備されておりますので、先ほどどなたか緑の葉っぱをくるっと巻いて花束の足元にセットされておりましたが、そういうさまざまな使い方ができるんではないかなというふうに思っております。皆さん見ていただいて分かるように、各選手の駒がございますよね。180のこのスペースの中に、これがディスプレイスペースだというふうなことで、どういうふうにそのスペースを演出していくのかっていうところが楽しみの一つになってきておりますが、皆様方も、自分ならこういうふうにこのスペースを埋めていくんだかというふうな目線でいただければ、もっともっと興味が深くなってくるんではないかなと思います。もう早くもその大体の土台が出来上がってきておりますよね。それでは後半のアレンジメントの筆紹介をいたしますということで、それぞれの出場者の方の6番から10番の方についてプロフィールをご紹介させていただきます。6番有限会社さんからは長峰奈々さん、ファイナル出場回数が2回目だそうでございます。ファイナル出場が決まって大変嬉しく、フローリスト歴が15年、得意なデザインは可愛いものが得意だということでございます。長峰さんの作品でしたかね、もちろん大変小さいのが使ったって非常に可愛かったなっていうのは長峰さんだったかなというふうに思っておりますが、そして、好きな花はどんな花でも2番花が好きだよということでございます。つぼみが咲いた時が非常に、自分は好きだ、嬉しいということだそうでございます。フローリスト、好きな色は白、趣味は釣りだそうでございます。フライフィッシング、私もこれ釣りありませんので、フライフィッシングって言ったら天ぷらにするのをフライフィッシングもあるその気がする。白身魚を天ぷらにして、これがフライフィッシングかな、違うんですか、違う
ってことは料理になるんでね、あれは料理ですね、釣りじゃない。なるほど。フローリストになったきっかけは、生け花をしてから興味が湧いてきたのことなんですね。何をしてらっしゃるか分かりませんけれども、非常に生け花人口が少なくなってますので、一つ頑張って、また新しいお弟子さんのね、指導を頑張っていただければと思います。フローリストになって良かったこと、みんなの笑顔が見れること、お客さんの笑顔だろうと思います。本当に可愛い花が好きだという見解でございますけれども、やはり可愛い商品を作りになって、大変お客さんが喜んでいらっしゃる顔は、それを見ることが好きだということじゃないかなというふうな気がいたします。私のようなおじさんでもお客さんが笑ってくれれば非常に嬉しいものでございまして、次はお店の、または商品がある、イオンマスター店の中にあるショップで人通りが多いので、いろんなお客様に出会えることが楽しみだということでございます。長峰奈々さんでございます。7番花の宮原、宮原義之です。この山口のメンバーでございますけれども、ファイナル出場は4回、ファイナルが決まって一言、嬉しいです。フローリスト歴は15年、得意なデザインはセントマスだそうでございます。好きな花ガーベラ、カーネーション、そして好きな色は黄色、オレンジ系が好きだということだそうでございます。趣味は釣り、これも先ほどの一緒ですかね、長見さんと一緒かな、天ぷらが好きなんですかね。キズゴでも釣って天ぷらするでしょう。まあ宮田君ならそんなとこでしょう、おそらく。フローリストになったきっかけ、親が花店になったからということですね。お父さんが山口の新調していらっしゃいますけれども、ちょっと早くもお亡くなりになりまして、彼も若くして後を継いだわけでございます。一生懸命頑張っております。フローリストになってよかったこと、お客様に喜ばれたとき、お店のタージコピーは頑張ります。そうでございます。頑張ってください。じゃあ8番に、紹介させていただきます。やはり山口のメンバーでございますけれども、花屋宮田典明君です。ファイナル出場7回目、全国大会も出て頑張っております。ファイナル出場が決まって一言嬉しいです。フローリスト歴15年、得意なデザイン、セントマス。なんか誰も同じようなこと書いてましたね。さっきなんか字も似たような字です。一人が変わって書いたのかもしれない。間違えて自分のストーン得意なもの書いたんです。全く字の傾き方といえばそっくりです。セントマス、好きな花、バラ、アマリリス、ワイルドフラワーだそうでございます。好きな色、紫、白、趣味、ギターを弾くこと。あ、なるほど。まあ、そういうところで、そしてジャズが好きなんでしょうか。フローリストになったきっかけ、家が羽根だったからということです。お母さんもね、随分挑戦したりしていらっしゃいまして、いろいろこの大会でもファイナルに残って頑張っていらっしゃいました。フローリストになってよかったこと、全国のいろんな友達ができたこと。これ全国大会出ないとできないんですよ、と全国の友達って。そうでしょう。もう第1次とか出さない人、全国と出しできないんです。だからそれから頑張ってるっていう結果だと思います。お店また自己 PR、 山口大会でそのファイナルに出たことがないので仕事を探るの本当かいの。本当あとで嘘書くの。嘘書くのが趣味ですって、裏に書いてる。
まあ、あと2人また楽しみにしてる。いや、一生懸命頑張って、僕は近代教が吊り橋だったんかなというのはちょっと気がしたんですけれども、気にしないでやってください。どんな人でどうぞ。単に私の感想だ。見たまんま。今年もさじ加減がバッチリでしたというふうに書いてあるさじ加減がって、まあよく分かりませんが、何がどういうふうなさじ加減でやられたのか、もっと具体的に言われないとおいちゃまに関しがたいで、さじ加減、まあ、自分ではうまくできたなと、このファイナルのさじ加減バッチリやってください。次、フローリスト2028年、得意なデザインがパラレルです。好きな花はガーベラ、カーネーション、好きな色がキーオレンジ、趣味がこれいいですね、パチンコ、競輪、競馬、ボーリング、サッカー、なんか全部掛け事でつながったのパチンコ、まだあるんですかね、バイオ競馬なんていう関係はもうないんですか。昔なんかあったみたいで、まあ、でもいいですね、パチンコ競馬っていうのも、サッカーも好きだってことなんですが、球が好きみたいですね、丸いものが。フローリストになったきっかけは、花市三代目、これきっかけでもなんでもないじゃないですか。で、私は三代目ですよっていう自己紹介みたいな、お父さんもね、よく知ってる豪快な方なんですね、お父さんも本当に面白い方ですが、まあ、3代目だということで、おそらく家が花屋だからちょっと押し付けてるんだよっていう、花市の火を消したくないよっていうのは、頑張りだろうと思います。そして10番目でございます。三方へ、広島支店の松本義孝さんでございます。ファイナル出場6回目、これがでもね、もう6回ですからね、ファイナルが決まって嬉しいの一言だそうでございますが、フローリスト歴16年、特に、得意なデザインについては特にない、何でもこなせるよという、まあ、そういうところじゃないかと思いますが、好きな花は花が好きです。こんな答えってあります。花はまといてないですね。答えは好きな花は何だって、花は好きですだって障害するものがせめて聞くとかピンポンマンとか一言変えてくれないと、もう出張本日指導をよろしくお願いします。趣味は特にありません。これはこれでいいんですね。好きな色も特にない。これはこれでいいです。はい、白い色を好きに染めてください。そして、フローリストになったきっかけは、バイトがきっかけでそのままフローリストになっている。広島市でも仕事していらっしゃるんでしょうけれども、いろいろね、サンパインさんの花は、いろんな大会とかで、ブロックとかで、広島電車でいただくこともございます。そしてフローリストが良かったこと、お客様のありがとうの一言が嬉しいんだよというふうに書いてございます。そしてお店または自己 PR、プライダル中心にやっています。よろしくお願いいたしますということです。一生懸命ね、花嫁さん、花婿さんが喜ばれるプライダルの一生懸命やってらっしゃるんでしょうけれども、しっかり頑張ってやってください。これで全部皆様については紹介をさせていただきました。残りあとどれくらいかわかりませんけれども、これから、最後までしっかり皆様方の腕を発揮していただければと思います。もうだいぶね、本当に形が出来上がってまいります。
皆さんにお知らせがございますが、実はこの度ですね、ファイナルの模様、そしてとちこみ作品のその作品紹介というものが地元の、これは KRY、競技終了10分前です。 KRY という山口放送で明日早いんですが、朝の5時半の爽やかモーニングっていう番組で放映されるということで、楽しみにしておいてください。多分今のその放送された杉本さんの声も入るんじゃないかなというふうに思いますが、まあ山口放送の方は多分カットされるかなと思いますが、はい、あと10分でございますので、随分作品が出来上がってきてましたね。それぞれ非常に個性のある作品が出来上がってきております。すいません、前の女性の方、J のメンバーの方ですか、アイキューピット、どちらですか、お店は。いいんですよ、勤めてるお店の名前言っていただいたら。いいです。はい、嘘、嘘です。どうですか、ご覧になってどうですか。私に照れてるみたいな。じゃあ彼女、彼女来ましょう。柴田製菓店。柴田、すいませんね、もう近くにおりながら申し訳ないです。どうです、ご覧になって。一人一人作っているものが全く人気の違うものができていて、見ていてすごく楽しいです。いいですよね、そうですよね。でも自分のが勝ってると思うでしょう。そんなことない、失礼なことばっかり言って。カドレさんとこ行こうかな。もういい、もうどうでもいい話だ。でもね、モンさんね、先ほどお会いしてね、もう何年も長いんですよ、本当に付き合いが、感じとかなんかから、今日ね、すごく若いんですよ、彼。若く感じたんですよ。なんかくれず。競技してらっしゃる方は耳塞いで、まあ、一生懸命してらっしゃるからおそらく聞こえないと思いますので、頑張ってくださいね。こっちの方はどうでもいいですから、どうでもいい人間ばっかりこっちにいますのでね、もう本当にじゃがいもみたいなもんですから、一生懸命頑張ってください。皆さん見られて、それぞれの作品が非常に個性のあるものが出来上がっていると思うんですが、やはりこの場に来て思うという、その作品を作るということじゃなくて、日々のその仕事の中から自分がファイナルに残ったらどういうものを作ろうかなというふうなことを日頃からずっと考えておられると思うんですよね。それがこういうふうな形になって、課題を分からないにしても日頃からの構想というものがある程度しっかりしてないと、なかなか30分の間にここまでの作品が出来上がるものではないなとい
というふうに思っております。もうあとわずかの時間ですので、最後まで気を引き締めて頑張ってくださいね。そして審査の方が今度来られますから、きちっとそのテーブル周りをきれいにして最後仕上げるようにしてくださいね。5分前です。終了3分前です。終了1分前です。30秒前です。
10秒前です。はい、競技終了です。はい、選手の皆さん、派遣から叶えてください。それでは、引き続き、3分間時間がありますので、テーブルの上とか、きれいに片付けて、そして、退場という準備してください。3分間ございますので、よろしくお願いします。プロレスにとって、お花を作ることはもちろんのことですが、清掃や作業姿勢についてもコンテストの中では審査の対象になります。第一作品競技の花束、そして第二作品競技のアレンジメント、各選手によってそれぞれ2つの作品が出来上がっております。この10名の中から5名選抜されて、フラワードリンクの方に出場となるわけでございます。どなたがその出られても、いいような作品が揃っておりますね。清掃をするのに、テーブルの前の方、正面の方も確認をしていただいて、最初確認ということでお願いします。ゴミが残っていたりするとまずいですからね。はい、それでは3分経ちましたので、終了いたします。皆さん、今一度盛大に拍手をお願いいたします。はい、それでは選手の皆様、登場してください。皆様、選手が退場された後に、それ審査の委員の方が入ってもらいますが、引き続き、審査の模様を見ていただくことは大丈夫です。ただ、その席に座られたままで立ち上がって作品の近くに来ていただくということはできませんので、そのままの体勢で見ていただきたいと思います。